みなさんこんにちは、シンプルでカジュアルの夜です。うぶげです。前回僕とマサヨシンが、ゲームバンククイ VS アニメバンククイやりました。はい。そこで使ってた私夜が使ったゲームバンククイ、この構築を普通のレース対戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。主役はキューコン。キューコン、催眠 Z キューコン。はいはいはい。催眠 Z で、マサヨシンが対戦相手っていうことで、催眠術ぶちかましたいなと思って。お前最悪やな。そう全然大きいやんこいつらっていう、嘆き実況、それをね期待したんやけど。俺が強すぎたってこと？いや、ルカリオが強すぎた。そうね、ルカリオがね気になりすぎてキューコン出せなかったんですけど。あ、なるほど。まあレート対戦でキューコンですね解放していきたいと思います。はいはい。ムーンさん対戦よろしくお願いします。お願いします。まあ、メタグロスがいるんで、メタグロスが非常にキューコン出しづらいんですけど。確かに。ただ、カビオン先発ジバコイルからのキューコンっていう選出していければ、メタグロスは枯れるのかなと思います。はい、はい、この選出いきたいと思います。はい、さあムーサ対戦よろしくお願いします。はい。まあ、普通のレイド対戦をしっかり考えた構築にしてるんで。あ、そうなんや。はい、だからこういう構築でもしっかりと戦えるっていうところを見せていきたいと思います。はいはいはい。まあ、先発メタグロスは読みまくり読んでましたね。あ、まあまあ打ってくっかな。想定通りですね。まあキューコンとルガルガンが先発で来やすいと。ああ、うん、マジかよ。強引にあいへ来いよ。強引にあいへして昼間突破するみたいなプレイしろよ。しろよ。カウンターで、ね、飛ばして。いや冷静よ。ああ。お相手冷静。冷静ですね。お相手し冷静。まあこういうプレイヤーっていうことが分かっただけですね。はい。ああちょっと厳しいけど。うん。これはどうしますか。もう Z ぶっぱなし。いや Z はキューコンに取っときたい。ああそうなんや。うん。おい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 、ディコディコ。ここはあくびでサンダーを引かせたいな。はいはい、そうね。うん、免疫カビゴンなんで。うん、ちょっと簡単でね、突破すればメタグロスね、いない状態だったらキューコンで。はい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 。見立ては余裕だったんですけど、うん、まあ今のメタグロスはバレットパンチ6割以上持ってるんで。ああそうなんや。うん、メタグロスはちょっと厳しい。厳しいっすね。あ、厳しいっすね、本当に。なるほどなるほど。2回言いました、うん、重要なことなので、ね、本当に耳っけ、耳っきゅー。ちょっと本命のパンチでね、メタグロスもいいんだけど。そうっすね、殻、うん、じゃなくて皮ね。あ、うん、さあ男には大事な皮をですね。やめて。はいはい、やめます。危ねえお前。やめました。最近危ねえ。やめました。色がピンクインよ、動画の。ああ、最近。あ、なるほどね。お前のせいで。何色にしたい。何色にしたい？うん、やっぱ元気あふれる、うん、赤っしょ。赤に、うん、あ、そうね、情熱の。情熱。でもそれにちょっと白い加えるだけでピンクになるから紙一重ってことやな。バカだ。あ、剣舞くんのね、ここで。でもジバコイルは何でも耐えるっしょ。何でも耐えます。これもしかして、まあ、頑丈なんで。ああ、うん、簡単で関係ないですね。なるほどなるほど。ボス絶対の余裕で耐えます。うんうんうん。じゃあここはもうラスターガノンっていきます。ラスカー。ミミッキュがタスキやとちょっと嫌だな。なるほどね。うん、さあ半分入る。さすがに、さすがに入りますね。 HC なんで。あ、そっか。 HC ですね。おえー、オッケー。まあ最高の火力、さすがの火力を持ったビュッフォジバコイルになりました、うん、ただメタグロスどうすんのってみんな思ってる。思っとるね、今思っとるね。思ってるよ。俺もどうするか分かりません。うん、どうするか分からんまま。どうするか分からんよ。イカれてるよこいつ。やばいやばい。どうするか分からんままのやつはやばいって。だって、だってアイアンヘッドはあるやろ。アイアンヘッドあるよ。一応キューコン Z で素早さ上げることを意識しておけん。うん、純速なんや。何だこいつ。だけどメタグロスが純速で上取られとっちゃう。ああ、なるほど。うん、でまあバレットパンチャーを絶対持っとる。はい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 、はい、じゃあなんとかせないかのこともある。はっ。やけカウンターで飛ばす。ああ、そうね、ことしかないけど。でもラスト1回見せないけどね、自信。ここはもう危険。そうね、カビオの耐久をもってしたら自信プラスアイアンヘッドとか。そうね、よくあるね、食いしん坊型なら。そうそうね、全然ね、ここ引けたんですけど、ね、やれるけど、持って感じ、ね、そうなんですよね。さあここでカビゴン持っていって。はいはいはい。ここでだってサンダー出てくるやん。サンダー出てきますけどね。あくび、あくびで頑張りたいと思います。はいはいはい。ここはもうカウンター打ちます。あ、一応ね、一応打ちます。あ、甘いですね。甘いんだ。甘かったですね今の。それは引くわな。一回カウンター見とけんね。やっぱメタグロス大事だから。まあここはクビやったらちょっといい感じだと思う、ね、いや、そうですね、うん、ただボルトチェンジャーからね。あー、相手か。どうせ、うん、ボルトチェンジャーからなと思ったんですけどね、うんうん、ただやることないんであくびします。はいはいはい。やることないんで、うん、まだ可能性はあります。熱風、熱風あんのね。勝った。オッケー、ナイス。いいね。いや、マジでまだあるよ。まだマジである。首もう一回ループ入ってどう持ってくんの、ここから。ここで炎のパンチは打たない。打たない。打たない。うん、ここはもう一回首をするか。こ
構ボルトチェンジが来ると思うんですよね。そうね。いやどうだろうな、いや引かないか、どうだ。おー、居座り、なんで居座ったと思う。メタグロスが大事だから。はあ、メタグロスあんま削られたくなかったやな。メタグロスは削られたくなかった。さっき炎のパンチ打っとけ。なるほどなるほどなるほど。うん、ボルトチェンジ読みで炎のパンチ打っとけ、うん、ちょっと嫌やなと思って。これも耐えんなんぼ。いや耐えるか微妙なラインやね。あーそっか。ただ相手からしてもカビオンって硬いイメージは絶対持ってるから。あるよ。うん、だからここでキューコン出して、うん、いやちょっとサンダーがおらんくなったらカビゴン突破するのやばくねって思わせる。あ、ここで一応まだ耐える。カビゴンは耐えるかわからんよこれは。あ、だ相手がどう思っとうかよ。なるほどなるほどなるほど。 HB とかやったら絶対に、うん、多分耐える。あ、じゃあここで変えてくるのか。ここで変えてくる読みで催眠術を打つ。当てろよ。 60% で勝てるかもしれない。そういうこと、そういうこと。しかもこのターンに引っ込みのところで催眠術を当てるっていうのがミソ。ああなるほど、そうなんや。うん、で一回確定眠りに乗ったらのってことか。対面してる状態で催眠術打ったら一ターンね絶対に。ああはいはいはい、あ、だからこの一ターンの猶予はでかいですね。そうね、絶対催眠術よーし、やってる、最高です、うん、ありがとうございます。素晴らしい、素早さも上取れましたし、うんうんうん、うん、これで次は絶対寝てるターンなんで、まあ、バレットパンチがなければってことよね。そうです。バレットパンチは我々が取る選択肢は、まあ、ここはそうですね、裏のサンダーもしっかりと確認してますんで、悪巧み。あ、悪巧みから悪巧みいきます。たたり目たたり目じゃなくていいんすね。いや、サンダーのことを考えると。あー、はいはいはい、うん、悪巧み。どっちも一緒なんで、たぶんたたり目一発じゃ落ちないんで。そう、なるほどね。うん、はい、火力マジない。あー、そうなんや。キューコンマジ火力ない。この状態でたたり目は落ちる。落ちる。あ、そうったい。威力130の。そっか、抜群やな。そうね、そうね。うん、65の状態以上のポケモンに対しては2倍になる技。オッケー、また見てなかったけど、ネタっぽいな。ネタネタネタ。今のはでも最速大きいやからね。そうです、そうです。可能性としては別に 50% そこまで。でもキャプテン60、50と僕たち乗り越えてきます。乗り越えてきてますね。まあそうですね、まあ、催眠術は強いですね。催眠術は強いですね。やること催眠喧嘩って何ら変わらないです。いやでも催眠喧嘩って強いやん。催眠喧嘩は確か強いんだ。強い強い強い。ただキューコンでね、うん、やるってことがあるんですよね。まあ一応差別化を。でも一応あれやろ、自爆で重力して使おうっていうのが。あ、そう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 。今回はちょっと厳しかったよっていう話よね。そうっすね、はい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 、ちょっとメタグロスが、うん、なかなか、ね、うん、はいはいはい、来なかったっていうところですけど、うん、まあ強引にキューコン出しましたけど、やっぱ催眠術は可能性がありますね。そうね、そういう意味ではすごい強い、はい、ポケモンでございます、はい、ありがとうございました。さあ中止しました。10日さん対戦よろしくお願いします。お願いします。毎月10日ポイント10倍デーみたいな名前してますけど、上げすぎじゃない10倍はね。え、10倍ドラッグイレブンは何倍。え、2やろ。2倍。ポイント10 2倍でポイント10倍でって響き聞いたことあるよお前。やばやばポイント10倍ではポイント10倍ないっけ。ポイント10倍でえぐいぜ。火曜日はなんかちょっと嬉しいわ。それは火曜日や。あれ10倍じゃなかったっけ。あれ10倍なわけねえやろ。10倍って破格やな。確かにお前だって5000円買ったら、うん、100円1ポイントとして、うん、お前500円ってすごいすげえ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 じゃねえ。効果あふれるな。すげえじゃねえ。シフトしんどいな。10日だけしんどいな。急にバイトの気持ちなんだよ。ちょっと待って、ね、キノガスは重たいんで、うん、先発ウォーグルでいきます。ウォーグル、ウォーグルからの、うん、まあ、自爆球根で、なるほど、うん、行きたいなと思います。はい、さあ10日さん対戦よろしくお願いします。しゃー、さあキノガスが先発で来ない、来ないとしんどい。BT やんけ。来ないとしんどいっすね。T じゃないバシャン。どうしよっかな。うん。ウォーグル。まあフレアドライブ。お前なんで自分のウォーグルに驚いてる。いやいやいや。お前相手の先発みたいな雰囲気でウォーグルっておかしいやろ。お前が出したのに。いや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 。あ、居座りここ。居座り、まあ守るとかしてきたのかな。ああ。うん、様子を見てきたの。でもこれ守らんとやばいよね相手から。そうっすね。やばいって。守らない。あ、でも普通にフレアドライブで飛ばしに行こうとしたんじゃね。あ、そうっすね。ウォーグルのことあんま分からんけ。そうね、そうね、そうね。ウォーグルやったら一発で飛ぶやろみたいな。確かに感じかもしれんけど、ウォーグル耐久あるんで。もはやウォーグル何族か分かってないまだ。そうっすね。さあこれスカーフなんで上飛べてます。そうね、そうね。80、意外に遅い。意外に遅いね、うん、鳥なのに。鳥はやっぱ均一に120以上にした方がいい。それはすごいな。ポイント10倍どころじゃねえよそれは。それみんな使うわ、このタイプ。カプテテフ、うん、まあスカーフ判定しときましょうかね。あーなるほど、うん、はい、スカーフ、はい、スカーフより速いポケモンはスカーフ。そうね、うん、はいはいはい、これは落ちましたね。
ということはどうこうなんか組み立てていくんですか。まあここは地箱入りなのね。あ、地箱なんですね。ここはもう地箱入りです。誰だろうな。ラストラスト木の笠さんおらんことあるか。木の笠さんおらんじゃねえだって。木の笠さんおらんことあるか。もうだって木の笠さんおったらしい。まあそうっすね。ただボーマンダーおらんの確定しとって、あ、まあでもみあーどうなんだろうな。ポリゴン2か。テテフ1個見た。テテフ1個目。あーポリゴン 2ポリゴン2がおるやったら、うん、もうキューコンを持ってきとってよかった。あーそうなんや。マジでキューコン持ってきとって。あ、そうか、眠らせて強引突破みたいな悪巧みがあるから、ポリゴン2はやっぱどうやって突破するか、毒毒するか挑発するか積むか。なるほど。うん、はい、それか格闘タイプでやるか。うん、まあ4つぐらいありましたね。めちゃめちゃあったね。結構あったね。思ったよりあったね。ポリゴン2相当しんどいイメージやけどね。そうね、気になるね。ここはポリゴン2の方が早いのは、うん、想定内ない。はい、やっぱポリゴン2、ポリゴン2をしっかりと起点にしたいんで。なるほどなるほど。うん、重力をしてから。あ、これ何、これはね相当でかいね。重力しましょうか。おお、ここで重力。うん、重力してからボルトチェンジ、高校ボルトチェンジで。こいつ俺アナライズかと思ったわ。アナライズでもよかったけど、うん、やっぱ頑丈の保険は欲しいね。そうよね。うん、うん、ちょっとアナライズはめちゃめちゃアナライズかと思って、うん、アナライズやんって多分言ったと思う、対戦中に。あ、対戦中に、うん、あ、あの後、あの時。そう、そんな場面あった。いや俺アホやけどさ、押せってだけでアナライズやんって多分言ったと思う。バナナバナより遅いだけで、うん、アナライズやんって言った多分。それはやばい、それはやばい、マジ。俺な、ボルトチェンジしてこれでポリゴン2をちょっと重力して、あ、もしかしたらって思われたかもしれんけど。いや思う？ジェットサイミンかもって。いやいや思わんよ。思うかもしれんけど、めちゃめちゃいい急所、うん、まあ裏にね、サイミン術打ってくせたポケもいないんでね。確かに、うんうん、まさかキュウコンが確かにそういうかだとは思わないから。何の重力ってなるかって。ここでそうね、まあ電磁砲とかよ。ああ、はいはいはい、うん、かもしれんけどもね。重力電磁砲、重力電磁砲もまあ可能性としてはないこともないかなっていう感じですけど。さあ、ここからは、うん、正式なサイミン術。なるほど。正式何パー？正々堂々。96%とか。96%とかな。1.6倍、1.6倍とかになるのかな。あ、そんな感じなの。だから 60×1.6 やけん、まあ、96%。ああ。かなとは思うから、うん、まあほぼ当たるね。なるほどなるほど。うん、これはいいでしょ。ガンプよりお前高い。ガンプよりは高いから。ガンプより100回打ったら1回多く当たるってお前。最高やね。ないでそんな技。確かに。ガンセギ封じもね、なかなか外れませんから。そんな技ない。わかりやすい。わかりやすい。100より当たるよ多分。100より当たる。100より当たる。まあ、しっかり反省できるところが正直しのいいところでございます。これ重力さまだあるか。あるよ。あ、じゃあもうデデブに上から催眠打って畳目で。重力って5ターンあるけど。あ、それ言うと同じなんや。そうなの。うんうん、だよ、ね、だなの4ターンか3ターンじゃないよね。4ターン4ターンか5ターンあった。結構長い。あー、そうなんや。結構長かった。だからここの催眠術は絶対に当たるターンですね。3ターンで切れる効果とかあんの？自分が打ったターンで1ターン切れて残り2ターンしかないって結構むごくない？確かにそうやな。確かにそうやな。まあ、挑発をね、先生打ったらね。あー、あ、いい、そうなの？そうかな。わからん、わからん。ややこしいね。うん、ポケモンむず。細かいルールは知らない。そうね。うん、言っちゃうけど、うん、細かいルールは知りません。ラグビーと同じだ。ああ、いいこと言って。にわかのラグビー見るの、うんうんうん、全然ルールわからんけど、とりあえず盛り上がる。楽しめればいいからな。いや、あれすごい面白かった。全然ルールわからんかったけど、うん、全然わからんかったけど、ね、ずっとジャッカル、ジャッカル言いよっちゃん。ジャッカルって何？いや、ジャッカルずっとわからんちゃん。俺1試合通して姫野がジャッカル取りましたって言うけどさ、うん、ジャッカル1回もわからんかった。で、ノックオンやったっけ。何だっけ？ノックオンとかはさ、結構出てくるよ。出てくるね、ノックオンの設定。いや、そう、あれ多分反則とかじゃないけん、うん、ジャッカルだけは一回も出てくるんかって。なんなん、ジャッカルって。で、ジャッカル何調べた？調べた。調べる、そうだよ。調べるまでもないんよ。いやいやいや、それは失礼やろ。調べる、うん、だから9個の、まあ、重力が何ターンかを別に調べません。はい、そうね、うん、はい、この先多分使わないと思いますので。うんうんうん、自分がやるわけじゃないからね。そうね、楽しかったね、俺。うん、うん、はい、ということで次回は、はい、まあ、マザノシンというか、うん、リスナーさんが組んだですね、はいはいはい、リスナーさんが集まったアニメ版クイをお送りしたいと思います。はい、対戦ありがとうございました。はい、やり、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ウルトラサンムーン最終シーズン、最後まで走り抜くぜ。ウルトラな高評価よろしくお願いします。